はいどうもはい楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、はい、今日ね、今日はこちらでございますよ。卵に目玉焼きですよ。卵に見て分かんないよ、それ当たり前で誰でも分かるよ。それ目玉にのこう真ん中というか下というかぎっしり敷き詰めて敷き詰めてあるのは海苔でございます。韓国海苔でございます。そしてこれささみをチンとしたやつ、ささみチンです。ささみチンしたやつです。こちらはさあ熱いです、いただきます。その前に今日はこちらキリン淡麗グリーンラベル糖質 70% 70% オフいただきます。乾杯乾杯乾杯いただきます。ああよっしゃよっしゃ。まずこれね、チンしただけです。これは塩コショウかけてチンしただけ。うん、全然パサパサしない。あら、うんうんうん、いいね、いいね、いいね、美味しいじゃないの。うん、あーこの海苔も美味しいね。うん、海苔も美味しいね。混ぜようか、もっと混ぜようか。よし、うん、いいっすね、いいよ。ほらこんななるよ、こんなに、こんなになるよ。熱いよまだ。ちょっと今日早めに行こう。君を。はいどうもありがとうございます。はいどうもありがとうございます。で混ぜます。そうです。そうですそうです。こっちもです。このディッシュをね、箱からパンチ入れた分、箱からパンチ入れた、パンチ入れた、はみ出した、うん、そうなった分がこれ。と混ぜます、まあ、この丼熱いんだよね。この丼熱いの、熱を伝えるんだ。うん、あーやっぱり美味しい、やっぱり美味しい、海苔美味しい。ああこの間、この間の話なんですけど、ちょっとごめんなさい、鼻かみます。ごめんなさい、ちょっと鼻、ごめんなさいね。ついこの間の話なんですけど、これどうでもいい話ですよ。先に言っておきますけど、本当にどうでもいい話ですよ。どうでもいい話かどうかは僕には分からないけど、
意味のわからない話かもしれないですよ、皆さんにとっては。僕にとっても、でもその子にとっては意味のない話じゃない可能性の方が高いの。泣き叫んでた、泣き叫んでた子供が3歳、4歳、5歳、3歳ではないな、4歳から5歳、男の子ですよ、駅で泣き叫んでいた。本当にもう本気で、本気だった、あの子は。なんて言ってたかというと、なんて言ったかというとですよ、もうこれ以上ないぐらいの声の大きさですよ、一番出口行きたくないよーっつって、これもう僕叫んでないですけど、これを叫んでた。一番出口行きたくないよー、一番出口やだー、一番出口やだーっつって、一番出口やだ。もういい夫ちゃんです、もういい夫ちゃんです。最近の木島のお気に入り、もういい夫ちゃんさんです。一番出口やだよ、一番出口やだよって、もう本当に叫んでた、叫んでたね。そんなことってあります？なんかね、なんかあったんだろうね、過去に嫌な思い出があるんだろうね。この萌え音ちゃんはディップ系として使うものなので、こうやってつけるとあれですよっていうアドバイスをいただいたこともありますが、僕はこれでいきます。こうやって鶏のささみ、うん、やっぱり合う。あー、おいしいね、萌え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 。こうやって真ん中ちょっと、あー辛い、もうめちゃめちゃ辛いわけじゃないんですよ、めちゃめちゃ辛いわけではないのよ、でもちゃんと辛いんだよこの萌え音ちゃんは。パナダイ垂れてきた、パナダイが垂れてきた、ちゃんと辛いんだこの萌え音ちゃんは。あの少年は一番出口でさ、なんか一番出口を出た瞬間になんかずっこけたとか、仲の悪いさ幼稚園とか保育園とか知んないけど、そういうところの仲の悪いさ少年とさ出会ってさぶん殴られたとかさ、いいおめえ何やってんだろよとかさ、後になってですよ、お母さんいる時とかは言わないからね、子供は多分、子供でもあの時ママと手繋いで歩いてたろつって、ウィーウィーウィーとかさ、なんかそういうのがあったかもしれないね。僕はそういうふうに推測した。なんでかとか言わなかったよ、なんでかとか言わなかったけど、もう僕が聞いてる時ね、なんで一番出口が嫌だとか、うん、美味しい、たっぷりで美味しい、萌え音ちゃんたっぷりで美味しい。なんで嫌だとか言って、辛い辛い、あーご飯に染み込んで辛い、萌え音ちゃんが染み込んで辛い。なんで一番出口が嫌だとかは言ってなかったけど、
にかく嫌だ、一番出口嫌だ、一番出口嫌だっつって、もういいおっとちゃんから、もういいおっとちゃんから、あーうげ、お願いします、あだす、あだす、あだす、はあ、はあ、はあ、辛くて美味しい、そしてこの海苔とマヨネーズ先生、あ、こうです、こうです、こうです、うん、本当によく合う、こういう肉とモヨットちゃん、そしてマヨネーズ先生、よく合う、全く喧嘩しない、うん、いいチームです、はあ、かけすぎるとめちゃめちゃ辛くなるので気をつけてくださいよ、それだけは。僕はね、それも分かってて、そう、それも分かってて辛くして食べたいっていう部分もあるので、それも含めてのモヨットちゃんなんですけど、初めての方なんかはね、そのぜひ注意していただきたい。すいません、もう鼻水が出ちゃって出ちゃって、すいませんね、本当に。うん、今日のこれも大成功だな、ささみもめちゃめちゃ安かったんですよ、安かった時に買ってきたやつなのよ、グラム100グラムいくらぐらいだったかな、60円とか70円、60円ぐらいだったかな、確か、確かですよ、もう定かではないけど買ってきた、これ冷凍してたやつだから、さっきの姉は買ってきた時はね、多分損害だったはずです。もうありがたいの一言、梅雨が明ければ夏が来て、暑くなるというぐらいの感じで、ありがたいの一言です。まさに。一粒残さず。ね。今日も、
韓国海苔、目玉焼き、卵2つ、鶏肉のささみ、塩コショウ、チン、もいおとちゃん、マヨネーズ先生、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。